アクアチャンネルのザッキーです。今回は新型 NBOX カスタム専用の当店のオリジナル商品、車種別カット済みシートを紹介します。はい、今回紹介しますのは車種別カット済みシートです。当店のオリジナル商品の中で人気の商品となっております。はい、どういった商品かと言いますと、内装や外装に、例えばこちら、手に持っているのはブラックカーボンシートになりますが、いわゆるこういったカーボンシートなどを切り出して、 貼りたい部分の部品を取り外したり、その取り外した部品にヒートガンやドライヤーなどを使って温めて伸ばして切って巻き込んで、そういった作業が一般的になってきます。こういったことをもっと手軽にできるもの、これがカット済みシートになります。張り込みする部分の形状にあらかじめカットしたシートになっていますので、基本的には部品を取り外さなくともそのままの状態で貼り込みできるようになっています。これによって手軽に貼り込みができる。 そしてイメージチェンジを図れたり中には傷防止や汚れ防止になっている商品もラインナップしています例えばこういったものがありますこちらはパワーウィンドウスイッチパネルシートになりますこちらは実際の商品の画像になりますがこういったようにあらかじめカットしたシートになっていますこれをパワーウィンドウスイッチパネルに貼り込みするとこういった状態になりますこのようにして部品を取り外すことなく手軽に貼り込みできるこのカット済みシート 今回この新型 NBOX カスタム専用にたくさんの商品をラインナップしましたのでそれらすべてをこちらのデモカーの NBOX カスタムに貼り込みして紹介しますのでぜひ最後までご覧くださいということで今回はこのカット済みシート新型 NBOX カスタムの車内の商品を紹介します車内の商品ですので内装のカスタムができる商品となっておりますはいそれでは車内の商品すべて グロスブラックカーボンシートでカスタムした状態をまずは全体をご覧ください。 はいでは今ご覧になっていただいた商品を一つずつ紹介していきますまずは人気の傷防止の商品からになりますがこちらはドアパネル傷防止シートになります今ご覧になっていただいているようにですねこのようにドア全開に開けて乗り降りする際にはぶつけにくいんですが狭い駐車場などではどうしても窮屈になってしまいますのでそういった場合に 靴をぶつけてしまって汚れたり傷をつけてしまったりということが多くなりますそういったダメージからこのパネル部分を保護する役割のシートになります、はい、同じように乗り降りの際についてしまう傷を防ぐものステップ部分にも商品のラインナップがあります、はい、こういったドアステップ傷防止シートですとかフロントステップパネル傷防止シート そしてその続きになります。キックパネル傷防止シート。こちらはこのようにアクセルが今見えてますが、このように奥の方、どうしても知らないうちに足がぶつかってしまって、奥も結構汚れますので、こういったように全体的に保護できるようになっています。それからフロントはですね、このようにウォークスルーになっていますので、どうしてもこの部分、汚れやすく傷もつきやすくなります。 ということでセンターインストルメントパネル傷防止シートこちらが商品となっておりますカット済みで分割で作っていますのでこういった立体的な形状にも貼りやすくなっていますはいこういった部分ですねセンターとそれから各シートレールのこのカバー知らない間に靴がぶつかって線のように汚れがついてちょっと残念になってしまうんですよねそれでも 柔らかい布で水拭きしていただければこの状態ですと比較的簡単に汚れを落とすことができますのでおすすめとなりますこれ以外のステップパネル部分のこの2つの商品それからキックパネルそしてこのドアパネル傷干しシートは前側左右でそれぞれ1台分のセットになります商品は後ろスライドドアを開けたところですね後部座席用もあります こちらは幅の広いパネルになっていますので、その分、踏んづけたりなどして汚れやすい部分になります。こちらも傷防止シートとラインナップします。リアはですね、さらにこういった部分も保護できるようにカット済みで作っています。立体的な形状ですが、分割して作っていますので、貼りやすくなっています。こちらも後部座席側、スライドドアを開けた側、左右で1台分のセットになります。 はい、今回ですね、この部分もグロスブラックカーボンシートで紹介していますが、かなり傷がつきやすい部分になります。そういったところ、グロスブラックカーボンシートでの見た目はこのようにかっこよくなるんですが、ここはですね、ザッキーはブラックカーボンシートがおすすめでもあります。と言いますのもブラックカーボンシート、とても丈夫なシートになっていますので、 こういった傷防止にはもってこいの素材となっておりますので特に傷つきを心配される場合にはブラックカーボンシート粘着も強くなっていますそちらがおすすめですはいそれからこちら車種問わず人気商品にもなっていますシートベルトバックル傷防止シートになりますシートベルトを外した際にですね不意に手から離れてしまってここに勢いよくドンとぶつかってしまうそうすると このりりに傷がつきやすすくなりますそれから助手席乗られていないとですね大きなギャップを乗り越えた時などはこれが揺れてバックルが常にここにコツンコツンと当たっている状態になりますそうすると知らない間にこの辺がですね傷だらけなんてことにもなってしまいますのでそういったダメージからパネルを保護する目的になっていますこういったようにウェザーストリップモールこのゴム製のモールですねこのの部分の ラインに合わせてカットしていますのでそこからこのように後ろ側までこういった形状で貼り込みできるようになっていますこちらは左右で1台分のセットですさあでは続いては貼り込みすることによって雰囲気を変えられるそういったカスタム要素な商品を紹介しますまずはドアからいきますがこちらザッキーおすすめになりますパワーウィンドウスイッチパネルシートですこの部分にはこれ以外にも パワーウィンドウスイッチシートそれからインナードアグリップシートこれらを貼り込みしていますが、はい、このパワーウィンドウスイッチパネルですねこちらは樹脂パネルになっているんですよね少し寂しい状態になりますそれをですねグロスブラックカーボンシートですとこういったように光沢のあるカーボン調になりますのでガラッと雰囲気が変わってスポーティーな雰囲気で見た目もとてもかっこよくなりますさらにこのインナードアグリップシートは ドアを開け閉めする際、ここに手をかけますので、この部分ですね、爪が当たって傷がつきやすくなりやすいですね。そういったことの傷防止にもなっています。同じようにパワーウィンドウスイッチシートもそうです。この中の部分ですね、こういったところの保護にもなります。それからインナードアハンドル周りになりますが、こちらは NBOX カスタムターボコーディネートスタイルになりますので、この部分がですね、こういったパネル、ツイーターが入ったパネルになっていますが、 その専用のシート。インナードアハンドルパネルシートになります。これはですね、NBOX カスタム専用となります。それからこの中ですね、インナードアハンドルシート、そしてインナードアハンドルカバーシート。この二つを貼り込みした状態になります。インナードアハンドルシートは純正でメッキ調になっている部分ですね。そこに貼り込みができるようになったカット済みのシートになります。インナードアハンドルカバーシートはこの中ですね、ここも このノブの開閉の時に爪が当たりやすい部分になりますので傷防止も兼ねていますいずれもですねカット済みでこの形状に合わせてこのままの状態で張り込みできるようになっていますですからこういったビスの部分のくり抜きですとかこういったパネルの分離部分ですねこういったところもきちんと形状通りにカットしてありますドアの部分ですとこちら インナードアミラーパネルシート。このパネル部分に貼り込みができるようにカットした商品になります。こちらも表面に貼るタイプになりますので、パネルはそのまま取り付けた状態で上から貼り込みができるようになっています。ここもですね、常に目につく部分ですから、こういった状態になると雰囲気が違いますね。カーボン調で艶があってスポーティーになります。でこちらは助手席側になります。すべて 運転席と助手席と合わせて左右で1台分のそれぞれのセットになります、はい、では続いてステアリング周りになりますが今回ですね NBOX カスタムはさっきおすすめがたくさんありますがこのステアリングもそのうちの一つになりますこちらも複数の商品で構成されていますがまず一つはステアリングスイッチシートこれは左右にあるステアリングのスイッチの上に貼り込みができるようにカットした商品になります はい、こういったように表示部分はきちんと切り抜いてありますのでこちらもですねこのままの状態何も取り外さずこのままの状態で上からペタペタと手軽に貼り込みができるようになっていますそれからその周りにありますのがステアリングガーニッシュシートになりますここは本来ピアノブラックになっている部分ですね、はい、こういったようにぐるっと下側も含めて一周張り込みができるようになっています もちろん貼りやすいように分割していますので手軽に貼り込みすることができます。これによってピアノブラックもいいですが、こういったつやありのカーボン調もスポーティーでかっこよくなりますよね。それから貼っておけばピアノブラックの部分への傷つきも防いでくれます。はい、それからこちらがエンブレムインナーシートになります。はい、こういったようにエンブレムの中に貼り込みができるようにカットした商品です。 カット済みですからこの形状通りになっていますのでこちらもこのままペタペタと貼り込みしていける手軽な商品となりますでは続いてインパネ周りになりますがまず運転席側からいきます運転席側で目立つのはやはりこの部分ですねこちらもザッキー今回おすすめのアイテムともなりますメーターパネルシートですこういったようにプッシュスタートボタンが備わっている メータータ部分のこのパネルですね。ここに貼り込みができるようにしたカット済みのシートです本来は樹脂パネルになっている部分ですのでガラッと雰囲気が変わりますねそれからもう一つこちらが別商品となっていますプッシュスタートボタンシートになりますそれからメーターパネルラインシートこの部分ですこちらもグロスブラックカーボンシートで貼り込みした状態になりますはいそれからこの左右に見えるのがエアコンダクトになりますが 一つ,つはこのフラップのパネルの部分に貼り込みしているエアコンダクトシートそしてもう一つがこの外周とこの中の円形の部分これがエアコンダクトベゼルシートこういったように2つの商品になっていますそれぞれをグロスブラックカーボンシートで貼り込みした状態がこの状態になりますこちらもこの形状通りになっていますのでこのままの状態で貼り込みすることが可能です このようにきちんと稼働しますので、機能の妨げにはなっていません、はい。これがメーターを挟んで左右にありますが、これで1台分のセットとなっています、はい。そのまま続くと今度はドリンクホルダーシートになります。ワンポイントですが、張り込みするだけで、これだけイメージが変わりますね。はい、ここにカーボン調のパーツを付けたかのような状態になります。これが運転席側で、こちらが助手席側になります。 助手席側には内側このように2段になっていますのでこの部分にも張り込みできるようになっております続いてはこのディスプレイの部分の商品になりますオーディオパネルシートになりますオーディオパネルシートはこのスイッチの部分各種それからディスプレイオーディオの下側のこのパネルの部分ですこれがセットになりますこれとは別商品でこちらがハザードスイッチシートになります 二つの商品を貼り込みした状態になりますね、はい。こちらもおすすめなんですが、まずこのパネルの部分が樹脂パネルになっていましたので、少し寂しい状態ですが、それをこのように飾ることができます。同じようにこのスイッチの部分もですね、ここもザッキーちょっと気に入っている部分になります。この側面部分まで貼り込みできるようになっています。ですから、この正面の表面の部分から、このようにカクンと折れたこの側面まで、 貼れるようになっているんですが平面ですのでとても簡単に貼り込みができる同じようにこの下側もですね表面に貼るタイプにしていますので難しくありませんとても手軽に貼り込みができるようになっていますハザードスイッチシートは別商品になりますがハザードスイッチの周りのこのパネル部分はこのパネルとセットになりますので分割でこのようにくぼんだところも貼りやすくなっています そしてやはり特筆するところはこの表示部分ですねインジケーターの部分ですとかこういった各種表示部分をきちんとカットしているところが特徴ですはい続いてはパワーアウトレットシートになりますがこちらは両サイドにこのようになっていますこの部分ですね USB のポートがありますがこちらとそれからその続きでエアコンダクトを挟んでこちらのパネルに貼り込みできるようにしたものがパワーアウトレットシートとなります こちらももちろんカット済みで表示部分、それから USB の差し込み口は綺麗にカットしてありますので、機能を妨げることはありません。もちろんパネルもそのまま外さずに、この上からこの状態で貼り込みができます。続いてシフト周りになりますが、まずはこちらですね、シフトパネル。ここは2つの商品を貼り込みしています。1つはこの大きな部分のシフトインジケーターシート。そしてもう1つがこちらの 細いライン状になりますがベゼルシートになりますこの2つをグロスブラックカーボンシートで貼り込みした状態になりますこの部分ですねシートを分けているのには意味がありますこれは後ほど詳しく紹介しますはいそしてこちらがパーキングスイッチシートとブレーキホールドスイッチシートこの2つの商品を貼り込みした状態になりますパーキングスイッチシートはつまみの部分で 素材が分割していますので、その通りにきちんとカット済みで分離しています。それからこのように P の表示部分、さらにはこのインジケーターの部分もきちんと切り抜いてカットしています。ブレーキホールドスイッチも表示部分カット、こちらも同じですね。全体の大きさも形状通りにカットしていますので、こちらももちろんこのままの状態で貼り込みができます。 はい続いてはグローブボックスシートになりますこちらも今回のザッキーおすすめポイントの一つですねこういった状態でグローブボックスのこの見えている部分の表面に張り込みができるようにカットした商品になりますグロスブラックカーボンシートが艶があってとてもかっこいいですねこちらは貼りやすいように分割で作っていますこの部分は分割になりますねそしてこの中の傷防止シートにもなりますね 開けるときに指が入りますので爪が当たりやすくなりますからこの部分の傷を防止する意味合いもありますこの部分も分割にしていますのでとても貼りやすくなっていますこちらは傷防止も兼ねています助手席にお子さんが乗られていたりなどをして足を投げ出してここに靴がぶつかってしまったなんてこともあると思いますがそういったことからこのグローブボックスのパネルを守ってくれるような役割も担っています はい。ということで、社内の商品をすべてグロスブラックカーボンシートで紹介してきましたが、このカット済みシートはシートバリエーションが6種類から選択ができます。そのうちの1つがこのグロスブラックカーボンシートですが、次はですね、その選べるシートバリエーションの中から、レッドシートを使って、先ほどのシフトインジケーターの細いラインのところがありましたね。こういったところに差し色のカスタムができるアレンジを紹介したいと思います。 はい、それではレッドシートを使ったアレンジ例を紹介します。こういった状態になります。はい、ご覧になっていただいたようにですね、細いライン状の部分。 こういったところに差し色として用いた状態になっています。例えば、一番わかりやすいのが、このエアコンダクトベゼルですね。二重の丸型になっている部分になります。それから、メーターパネルラインシート。メーターパネルシート、クロスブラックカーボンシートで貼り込みしていますが、このメーターパネルの周りは、レッドシートを用いるとこういった状態になります。それから、こちらもわかりやすいですね。プッシュスタートボタンベゼルシートになります。それから、こちら。 テアリングエンブレムですね。レッドシートを使うと、こういった状態になります。これはかっこいいですね。そして、こちら、ブレーキホールドスイッチシートになりますが、もちろん、その上のパーキングスイッチもレッドシートを選択できますが、あえて、ブレーキホールドをこういったレッドシートを使うと、わかりやすいですね。その都度を押す部分になりますので、こういった鮮やかなレッドですと、スイッチの位置が非常にわかりやすくなります。同じように、ハザードボタンも、レッドシートを使うと、 こちらも分かりりやすすくなりますね。それからこちらこの部分はザッキーもおすすめになりますシフトインジケーターパネルラインシートになりますそれからもう少し当店の商品でアレンジとなると例えばこのようにレッドシートを車内に張り込みした状態でなおかつこちら新型 NBOX カスタム専用のフロアマットになりますが当店で販売しておりますオリジナルフロアマットチェックグレーを 今設置していますが、こちらカラーが選択できます。4色から選べるカラー、チェックグレーの他にチェックブルー、チェックイエロー、そしてチェックレッドもありますので、チェックレッドのフロアマットにさらに内装もこのようにレッドシートを使ってカスタムすると、色を合わせたカスタム、そういったことも楽しめるようになります。このオリジナルフロアマットの特徴を紹介した動画もありますので、この動画の説明文、 概要欄にその動画の URL を記載しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、今回の動画、新型 NBOX カスタム専用カット済みシート、今回は社内の商品を紹介しました。いかがだったでしょうか。今回紹介しましたこちらの商品は、当店のホームページ、オンラインストアで購入が可能になっております。商品ページはこの動画の説明文、概要欄に URL を記載してありますので、ぜひチェックしてください。 通信販売でご購入いただきまして、手軽に貼り込みができる商品となっておりますが、どうしてもあり方に自信がないな、心配だな、という方はですね、ご来店が可能でありましたらば、もちろん当店での作業も受けたまわっております。同じように商品ページからご購入いただきまして、配送の選択というところで、店舗取り付け商品をご選択ください。そうしますとこちらから、コーチを含めた合計金額のご案内をメールで送らせていただいております。受信設定をされている方はご注意ください。 内容ご確認の上、お振り込みという運びになります。ご入金の確認ができましたらば、再度こちらから作業の日程のお打ち合わせのメールを送らせていただいております。はい、当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。はい、今後もこういった車種専用のオリジナル商品、そしてこの新型 NBOX カスタム専用の商品も続々発売する予定でおります。 発売した商品は随時このアクアチャンネルで紹介していきますのでぜひチャンネル登録をして動画をチェックしてください。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。